はいどうも、ビアンです。今回の動画はですね、金森トレインフェスティバルの最終日1時間前のアフタートークというふうな形でいきたいと思います。でですね、この金森トレインフェスティバル最終日がですね、ベイアン の、 北海道ツアー約2週間かなの滞在だったんですけども、それも最終日というふうな形になります。で今日これからね、北海道からはやぶさに乗って東京までとりあえず帰るんですけども、2週間長かったですね。北海道人生初だったんですけども、見るもの全てが新鮮で本当ワクワクしっぱなし の、 気疲れもたくさんありましたけども、楽しい2週間だったように思います。で新千歳空港から エアポート快速かな、で札幌に行って、夜の札幌のなんていうのかな、都会感すごく圧倒されましたけども、4日間か5日間ぐらいいたんですけども、日に日に慣れていった感じがしました。でラーメンがやっぱ美味しいですね。札幌では味噌ラーメンを3軒ぐらい行ったんですかね。もう美味しいところばっかりで、本当ラーメン好きなベアンにとっては最高な、もうどの店がいいのかっていうすごく悩ましい5日間だったように思います。で、札幌から、そこから函館本線で小樽まで行き、で小樽で一泊したんですけども、で小樽から函館に行く交通手段を一回札幌に帰って苫小牧経由で函館に行くのか、その函館の方からニセコに行って長万部で函館というようなルートをどちらにするかっていうのを迷ったんですよね。で本当たまたまですけども、駅に行ったらニセコ号があったので、それだと本当4時間ちょっとぐらいで小樽から函館まで行けるということで、ニセコ号を選んだんですけども、あれも本当偶然だったんですけども、乗れて本当ラッキーだったなと思います。で、函館滞在は3日間かな、4日っすね。でここの組み立てをして、でイベント運営という風な形だったんですけども、本当ね、3日間の来場者が約4000人ぐらい来られたということで、すごくなんか賑やかな感じでしたけども、お客さんとの会話とかが本当また今回も楽しくて、で米安ね、鳥取から来ましたっていうと、やっぱりみんなにびっくりされてるんですよね、北海道ではね。おそらくここにいるメンバーの中で最も西から来た人間なんじゃないかなと思いますけども、ね、北海道本当にいいところでした。で北海道昨日かな、最後の晩餐というふうな形で函館名物の塩ラーメンを食べたんですけども、その塩ラーメンこんな感じの塩ラーメンです。はい、あっさりしてね、雑味のない、ちょっと甘みがあるような、本当何ですかね、鳥取とかで食べる塩ラーメンとは違って、本当優しいさっぱりとした感じの美味しいラーメンでした。で大体さっぱりとかっていう表現を使うと味が薄いっていう風なイメージがあるんですけども、そういうこともなくね、味もちゃんとあって、で本当美味しいラーメンでした。で観光地からちょっとね、函館駅からちょっと離れたところで、地元のお客さんが多い店を探したんですけども、それが本当にヒットだったと思いますね。で価格も観光地価格ではなく、なんか地元価格というふうな形で、他のお店よりは若干安めなところだったんですけども、ラーメンのクオリティ自体は本当すごく高かったと思います。はい、で、ね、これから北海道新幹線に乗って東京まで帰るんですけども、東北新幹線、今回の北海道新幹線ですかね、もう人生初でございます。はやぶさも乗れることがワクワクして待ち遠しいんですけども、それもね、なんかちょっとリポートチックな感じの動画に上げれたらなと思いますけどもね。はい、ただもう帰りが6時半の最終の便になってしまうので、ちょっと暗くて撮れないかもしれないですけども、頑張って撮れたらね、動画でアップしたいと思います。はい、そうしますとですね、2週間にわたりました北海道ツアー最終日、こんな感じで動画が終わりたいと思いますけども、ペアによく頑張ったなとか、いいレアトとかっていう風に思われましたら、できればいいねを押していただくと、その頑張った努力が報われるような感じがしますし、今後の励みにもなりますので、いいねの方をよろしくお願いいたします。
はい、でまたチャンネル登録まだお済みでない方がおられましたら、できればでいいので、チャンネル登録の方をしていただけると本当ありがたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい、次回、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。